メです。相変わらず電話もメッセも返事がなくて。隠れるのも完璧なんて、そんなのなしだよ。部を立ち上げたばっかりの頃、近くのファミレスには何度か行った。そこのパンケーキを気に入ってたよ。皆さん。どうしたの、しおりこちゃん。顔色が悪いよ。ランジュから学園側に届け出があって、香港に帰るみたいなんです。二次学やめちゃうの？そういうことになります。そういうことになるなんて、ダメー！愛ちゃん？みんな、ランジュのライブで感じたよね。あの子は、愛さんたちと一緒にスクールアイドルしたかっただけ。友達になりたかっただけだって。うん。愛さんは、友達のつもりだった。でも、ランジュには伝わってなかったんだよ。私もよ。私だって、友達だと思ってた。ここにいるみんなと同じように尊敬してたし、好きだったわ。私とカリンはさ、部に行った時、正式な遺跡じゃない、体験入部って言ったんだよ。ランジュが同好会に来て、私たちを勧誘した時に言ったこと、いい気がしてなかった。だけど、ガチでやるっていう方針に惹かれたところもあった。だから、曖昧な言い方で部に行ったんだ。なのにさ、ランジュ、すっごい嬉しそうで。大歓迎よって迎えてくれたの。それに、私とアイは、ランジュに刺激されたから、きつい練習でも頑張れた。そんな毎日を送っていたら、やっぱり、固まった気持ちも溶けていくのよ。私、ランジュといい友達になれたと思ってた。ランジュに、私たちは友達だって言わないままお別れなんてやだ！僕も同じ。ランジュのせいで連れてこられたけど、ランジュのおかげでスクールアイドルを知ることができた。そのことで、僕はずっと抱えてた重荷を下ろすことができたんだ。僕が今こうしてるのも、もともとはランジュが誘ってくれたから。そのお礼、まだ言ってない。届け出に日付までは。いえ、聞いてきます。理事長先生なら知っていると思うので。待って、しおこ、かすみも行く。カナダちゃんも。お待たせしました。それは分かったんですけど、この前のが最後のライブだったってことも広まってて。ランジュちゃんがあのライブを最後にスクールアイドル部を解散させて香港に帰るって話。一気に広がってるみたい。部のファンの子たち悲しんでました。どうしてランジュさんが帰っちゃうのって。すみません。何もできなくて。私がもっとランジュを分かっていれば。そんなこと言わないでよ。カスミンだって、もっと。ライブ禁止されて怒ってたけど、話はちゃんと聞くべきだったもん。そうだよね。ランジュちゃんはさ、何度も話しかけてくれてたもん。これは、カナタちゃんたちが向き合うべきだったよね。
でもランジや僕の態度だって悪かったよ。君たち物質も取られたんだよ。そうですね。